インタビューした中で人として最も楽しかったウィザードは誰ですか？私のお気に入りのインタビューは、おそらく最初のマーケットの魔術師の第一章で取り上げたマイケル・マーカスでしょう。インタビューした中で最も印象深かったウィザードは誰ですか？レド・スコータでしょうね。ぜひともインタビューをしたかったのに断られたトレーダーは、一番がっかりしたのはジョージ・ソロスにインタビューに応じてもらえなかったことです。彼はおそらく現代で最も偉大な裁量トレーダーでしょう。もし今も生きていたら、インタビューしたいトレーダーや投資家はいますか？それは伝説的な経済学者のジョン・メイナード・ケインズでしょう。また彼は空き時間に投資をして非常に成功した人物でもありました。シュワッカーさんの余裕資金、損をしてもいい資金を預けるとしたら、どのウィザードに預けますか？本書でインタビューをしているジェフリー・ニューマンでしょうね。彼は私が2019年にインタビューをした時までに数千ドルの口座資産を5000万ドルに増やしていました。私はインタビューをして以来彼と連絡を取っていますが、現在まで口座資産をさらに4倍に増やしています。シュワッカーさんにとって絶対に失ってはならない資金を預けるとしたら、どのウィザードに預けますか？エドワード・ソープです。日本でマーケットの魔術師シリーズ全体の読者の多くは個人のホームトレーダーですが、そのホームトレーダーが最も見習うべきウィザードは誰だと思いますか？本書のほとんどのトレーダーはホームトレーダーの手本にふさわしいと思います。私がインタビューをした時までに彼らがトレードで金銭的に成功していたことを考えると、彼らが別の仕事をし続けるとはとても思えませんが、理論的にはフルタイムで働きながら彼らのトレード手法の一部を用いることは可能です。本書のピーター・ブラントが恒例です。彼の利益のすべては金曜日の大引けから月曜日の寄り付きまでの間に行う分析とトレードの執行によって得られています。コンピューターが発達した現在では、トレードにおけるテクニカル分析は怪しいグルが操る水晶玉と同じでしょうか？ピーター・ブラントは今でもホームトレーダーのロールモデルになりますか？ピーター・ブラントはかつては機能していたチャートパターンの多くがもはや信頼できないということを認めた最初のトレーダーでしょう。それだけでなく、チャートに予測力がないことを彼は強調しています。チャートは市場がどの方向に向かうかを予測するためではなく、非対照的なトレード機会、つまり損する確率よりも利益を出す確率の方がはるかに高く、損失額よりも利益額の方がはるかに大きいポイントを特定するためのツールを提供するものです。魔法はチャートよりもリスク管理の戦略にあるのです。いろんなブラックスワンがありましたが、今回のコロナはどれに相当すると思いますか？これはそもそもブラックスワンだったのか、マーケットが初めて経験するようなものだったのでしょうか？間違っているかもしれませんが、新型コロナウイルスのイベントは前例のないものだったと思います。あるイベントによって引き起こされた暴落がたった一度の下落で終わった例、つまり弱気相場からの最初の大幅な反発がイベント前をはるかに超える強気相場の新たな始まりになった例は他に思いつきません。日本の読者にアドバイスをお願いします。 1. まずトレードの様々な側面に関する本を読み、どの手法に興味をそそられるかを見つけてそれらを学びます。 2. 本から収集したアイデアと自分自身のアイデアに基づいて自分のトレード法を考案しましょう。うまくいきそうな手法ができたと確信できたら3に進みます。 3. 積もり売買を試します。お金はまだ使いません。この段階では間違いなく手法の欠点が見つかり、それをどうすれば改善できるかがわかるでしょう。必要な変更を加えましょう。4. 変更した手法を使って3を繰り返しましょう。5. 本物のお金を使ってその手法を試す自信が持てるまで3と4を繰り返します。 6. 初めて口座に資金を入れてトレードを始めるとき、ほとんどの人が最初のトレードで損をしているということを頭に入れておきましょう。ですから少額の資金から始めるべきです。トレード教育は安い授業料で受ける方が良いからです。 7. また当初の口座資金に許容できる最大損失額を決めておくことが非常に有益だと分かっています。例えば 20% の損失ポイントを設定するとします。その場合資金が当初から 20% 減少したら、その日のうちに全てのポジションを手締まいます。こうしたことが起きた場合、明らかにあなたの手法がうまく機能していないか、相場とあなたとの波長が合っていないかのどちらかです。トレードを一旦中断しましょう。リサーチをしてどこが悪かったのか、どうすればそれを改善できるのかを理解しましょう。市場から離れて損を出す傾向を断ち切れたらほっとするかもしれません。
再び自信を取り戻してトレードを再開したいと思った場合にのみトレードを始めましょう。このトレードの中断期間は数週間、数ヶ月、あるいは数年続くことすらあります。ここで述べた方法を使えばトレードを再開する用意ができたときに、それができるだけの資金を残しておけます。二度とゲームができなくなるほどの損失は絶対に出さないようにしましょう。知られざるマーケットの魔術師をはじめ、投資に役立つウィザードブックシリーズは好評発売中。